徳島中央公園は、徳島県徳島市徳島町場内の城山とその周辺に広がる徳島城跡を利用した公園である。1906年に開設された、旧正、通称徳島公園。徳島市のほぼ中心、徳島駅の旧徳島城の大半を敷地とするが、江戸時代の徳島城は、より広く、現徳島町場内のほぼ全域を占めていた。また逆に、 徳島城には含まれない、スケト川対岸のスケト川が岸力地も、徳島中央公園の管轄である。徳島市内町小学校は、東西北三方を徳島中央公園に囲まれているものの、公園の一部ではない。中央を白山が占め、城山と堀川により、平地は大きく西、東、南に分かれている。かつての蜂須賀桜を忍ぶべく、 随所に桜が植えられており、花見の時期などになると多くの人で賑わうほか、4月から7月頃にかけては8月の本番に向けた阿波踊りの練習が公園内の各所で行われている。城山を一周するランニングウォーキングコースがある。園内各地に徳島彫刻集団による彫刻が野外展示され、毎年交換されている。徳島市内庁小学校には卒業時、 徳島中央公園敷地内にタイムカプセルを埋める習慣がある。用地のほとんどは私有地だが一部は財務省管轄の国有地である。住民はほぼいないが数家にある売店を営む数世帯が住む。徳島公園として開設したが1977年徳島中央公園に改称した。徳島城市を愛する会による徳島城公園または 徳島城市公園への解明運動がある。1906年開設。本田ダ清六と本郷高徳の設計による。彼らは日比谷公園の設計も手掛けており、徳島公園は日比谷公園に次ぐ日本で2番目の西洋風公園となった。当初の面積は18.5ヘクタールで、広さは日本で5市に入った。 現在は公園に含まれない西の丸跡と物産陳列場を公園内の施設だったとしている資料もある。なるべく城山を中心とし東南西と時計回りに記載する。移転解明通して現存する施設を含む。廃止、または転出順。徳島中央公園の一部で新町川水際公園に続く第2弾の浸水公園である。 ふるさとの川モデル事業により、徳島県が護岸工事をし、徳島市が公園工事を凍った。女ン川沿いには他にも中徳島下半緑地があり、共に美しい日本の歩きたくなる道500選選定である。ありがとうございます。